321系で同様電気製の VVVF を積み込んだ普通スマイキがちょうど発射してきたところなんですが、大阪市淀川区にある JR 神戸線で唯一の駅となる塚本駅であります。尼崎方面の3、4番乗り場の奥側には阪神高速11号池田線が通っていて、そしてその先大阪方面ホームにいるんですが、その先に目を向けるとこのように駅前の広場が広がっていて、コンビニのローソンにこうやって住宅店がですね多くあるところなんですね。今回は東口、いわゆる淀川区側から出てきたんですが、そこから左に曲がって塚本本通り南商店街を進んでいきます。いわゆる北側へと向かっていくということですね。この商店街にはスーパーはもちろん、飲食店はもちろん、理髪店に軸がですね多くあるところなんですね。まずは塚本2丁目付近から歩いていくことになります。淀川通りの方へと出てきました。そこからですね西に行くと塚本交番があるんですが、いわゆる塚本交番前と言ってもいいかもしれませんけれども、そこから右東の方に行くと塚本1号歩道橋がかかります。塚本は4丁目へ入ってきたんですが、今回は淀川通りは行かず、横切る形で塚本の北側を進んでいくことになります。そこから右に曲がって公園内を巡る形になってしまったんですが、こちらが塚本公園なんですね。長方形型の、東西に伸びる公園なんですけれども、東側の方には滑り台、ブランコ、柵のついた砂場に小さな滑り台があって、西側のいわゆる北西側になるんですが、その遠くに見えているのが手洗いがついているということなんですね。そして南側の方の真ん中には緑の花の屋根のついた休憩場所があって、周辺にもベンチが置かれているということですね。また塚本公園の北側にはセブンイレブンがあって、そこでですね気持ち良い風を受けながらランチを楽しむのもいいですね。そして塚本公園を後にして今度は道幅が狭い住宅地の中を進んできます。引き続き塚本周辺を北へと向かっていくんですが、実はこの道路は6丁目と5丁目の間になっていて、左に行くと6丁目、右すなわち東に行くと5丁目になります。塚本6丁目と5丁目の間の道路を北へと向かっていたんですが、そうすると大きな道路の方へと出てくることになります。そこから引き続き東の方へと直進し、カーブになっているんですが、そこから重曹方面へ行くことができるんですが、そこで左に曲がってスーパー丸八の田川店が左手にあります。ここからまた北の方へと向かっていくことになります。そこで一旦右へと曲がってきたんですが、左に曲がるとですね、斜めへと進んでいく形になって、目的地に向かってはちょっと遠回りという形になっていくんですね。ただこの右へまた曲がってきたんですけれども、その先にはまたカーブが続いていて、直進状ではなくこのようにカーブ状が多い住宅地なんですね。そしてここで左の方へと曲がり、左手に斜めにはなるんですけれども、3階建ての校舎が見えていて、その奥ズームしていくと山陽新幹線の高架も大きくなってきています。左手を大阪市立田川小学校の校舎を見ながら進んでいるんですが、先にご紹介したですね南側の方では増築工事が進められている状況なんですね。そして田川小学校の周辺を進んでいくと、また左右に大きな道路へと差し掛かることになります。嬉しい保育園というところがあるんですけれども、その手前で信号を渡り、一戸建てと右手がローレルバンクマシンという工場なんですけれども、その間の道路を通っています。セブンイレブンの前で左の方へと曲がり、工場が多いところへと入ってきたんですが、そうすると今度は左手にまた公園が見えてきました。
差し掛かってきたこちらが田川北公園なんですが、柱のところがですね、入り口のところこのようにイエローに装飾されているんですね。正面の方はですね、北側になるんですけれども、今回はですね、東側から入ってきました。滑り台とブランコが手前にあって、その先に行くと正面側には広場が広がり、そして工場側の方には幼児用のブランコ、柵のついた砂場と小さな滑り台があって、緑の葉の屋根のついた休憩場所、ベンチがついていて、手洗い水路があります。そして休憩場所の手前にこのような火が置かれているんですね。田川北公園を後にしてバイパスが大きくなり、そして山陽新幹線の高架をようやくくぐることとなります。ですがその先に踏切がありませんので、重曹筋の高架をくぐってきて、ちょうど淀川文化会館創価学会の会館の前を過ぎたところになります。そしてそこから右へと曲がり、今度は右手に創価学会淀川文化会館3階建ての建物を、そして左に山陽新幹線の高架、その下を通る貨物線の線路を見ながら、その間の道路を進んできます。三ツ谷中へと入ってきたんですが、ちょうど三ツ谷中国街道踏切を渡ってきたところになります。そしてここから三ツ谷南の方へと入り、2丁目を進んでいくことになります。右に曲がって、ようやく山陽新幹線の高架を抜けたというところで目的へと近づくことになるんですが、4階建てでクリーム色の市営住宅の間を抜けていって、さらに北へと向かいます。こちらが大阪市営の三ツ谷住宅なんですが、3、4号館がですね、そこから東に行ったところにあって、この3号館だけが5階建てになっているんですね。そして東側の方がですね、3階建てになっていて、そのエレベーターの方がもう1から3への直通のエレベーター形式になっているわけですね。三ツ谷住宅を後にして三ツ谷南は2丁目から1丁目へと入ってきますが、そしてこのようにですね、こちらはですね、直進になってはおらずに急なですね、カーブが続いていくところなんですね。一戸建てあるいはマンションが立ち並ぶ一角の三ツ谷南1丁目なんですが、こうやってですね、急な曲がり角がこの先も続いているというところなんですね。その住宅地の中を右の方へと曲がってくると、重曹市民病院が東の奥に見えてきました。これが一つの目標になっていて、そこから神崎川駅の方を目指すことになります。三ツ谷南から三ツ谷中へと入ってきて、阪急神戸線が右手の方に見えてきました。そして神崎川第二踏切を右に見て進んでくると、その先はもう阪急の神崎川駅ということなんですね。神崎川第一踏切を右に見て北へと向かっていって、阪急神崎川駅の周辺に来ました。見にくいかもしれませんが、ちょうど7が4つ並んだ7777を組み込んだ7027系の神戸三宮行き普通が発車していった阪急神崎川駅西口の方に着きました。改札から U ターンする形で進んでくると、北側へ進んでくると一気に急な坂がですね、待ち構えているんですね。そして周辺には阪急オアシスなどの神崎川クリニックモールがあり、そして木コーナーがあるんですが、三ツ谷商店街がですね、
その南側にあるということなんですね。そしてこの神崎川駅の線路下をくぐっていくと東側になっていて、まあ、ここはですね、道幅の方は狭いんですけれども、カーブ状の多いところというところなんですね。で、今回は JR 塚本駅の東口から山陽新幹線の高架を抜けて神崎川駅までやったんですが、時間にして42分23秒、距離にして 2.61 キロ、4614歩の295キロカロリーということで、まあ、山陽新幹線の高架をですね、抜けるまでにもですね、大体は20から25分程度はかかってしまったんですけどもね。まあ、でもそこからですね、山陽新幹線の高架下を抜けてくるとですね、まあ、神崎川駅まででも大体は20分ぐらいで行けるというところなんですね。まあ、塚本から神崎川まででもですね、まあ、こんな距離だったんですけれども、また鹿島からですね、この神崎川のですね、歩くのも面白いんではないかなと思いますので、またいつかはですね、このような動画も作ってみたいというふうに思いましたね。神崎川駅の西口の風景をご覧いただいて、今回の動画終わりとなります。ご覧いただきありがとうございました。